それ後であの屋上遊園地の、観覧車にする予定。観覧車をねそこにつけようかと。観覧車に高くしないとね。そうだね、タワーだからね。これ足りない気がするな。ここで20とか伸ばしてもなんかそれはそれで気持ち悪くないですか。気持ち悪いね。20が気持ち悪い。こっからやっぱ10かな。それか 20×20 だと小さいのかな。あ、いやもう観覧車で低くていいんじゃないかな。あ、とりあえず屋上ぐらいよりは高ければね。そうそうそう、だから今のもう10やればいいのか。もう10いこっか。やっと展望台はまあ A として、もう10いこっかな。これで次でラストかで展望台作ろうっていう感じかな。いくつですか。10でいこう。10よっしゃ、だー。分かった。よいしょ。お、いいんじゃない？うん。あとここに来るから。で、ここで展望台、ここに展望台を作ればいいんだ。そうだ。うん、こういうふうに。多分こうなるのか。で、真ん中が開いて、ここに階段つけちゃえばいいや。そっか。うん。こんな感じになるのか。じゃあ、反対側もやっていこう。お、形としては良さそう。マジで？来た、これ、これ来た。来た？ちょっと離れてみよう。おー、いい、いい、いい。あ、いいじゃん、いいじゃん。良さげ。良さげだ。あの円、意味なかったね。まあ、なんかある程度基準にはなってくれた。うん、基準になったからいっか。あ、この円をうまく使えばいいのか。展望台の円のやつ。あ、そっか。お、使えるじゃん。真ん中これ。展望台ってそんな太ってましたっけ。結構あったはずよ。あ、でもそれスカイツリーの方かもしれない。あ、多分スカイツリーです。スカイツリーぷくってなってるよね、展望台のところ。なってますね。うん。あ、でもこの円よりかちっちゃい方がいいのかな。ら、あ、でもこれぐらいあった方がいいか。そうしよう。ピープルメイキングザファンワールド9。8、9でここにいますでしょ。で2でしょ。間違えた。1、1、1で2で1、5か。こんな感じ。そんな感じ。うん、展望台こんな感じ。よし、俺反対側行こう。お、早い。はい。お、これいいんじゃん。いい円じゃないか。うん。そして、中をどうしようかね。床か。え、でもこれ外側から見たらちょっとでかい気がするの、僕だけですかね。こんなにあったっけ。本当はないと思う。まあ、なんとなくでいいと思うよ。なんとなくでいいか。うん、広い方がちょっと後でいろいろできると思うから、これはこれでいいと思う。東京、うん、東京タワー真似なくていいと思うよ。そんなになんかオリジナルの。これ中心登るとこやんないと、はしごつけないといけないです。はしごつけよう。じゃあカックに任せよう。俺床やるわ。これ削っとこな。床何にしようかな。
と、まあ周りはこれで鉄ブロックでいいとして、床を、そうだな、スカイツリーは行ったことあるんですけど、タワー行ったことないんですよ。そうなんだ。スカイツリーはどんな感じ？床ふわふわ？いやもう、あの下が丸見えなとこもありますよ。おー、あ、なるほど。透明の、それは入れないとね。それは入れないとやっぱりガラスね。ガラス、床、普通の床でいいのかな。床はあれか、クォーツか、白がいいかな。ああ、でも赤にしよっか、羊毛にしよっか、ふわふわにしよう、ふわふわ。ああ、なるほどね。うん、やっぱ羊毛でしょ、赤にしないとね、やっぱ東京タワーだから。よし、その床丸見えのところも入れとこう。うん、ありがとうございます。はい、BMF ワールド9。ガラスでしょ、危ないけど。あーって、ちょっとだけ穴開きとくって。あー、ひどい、そら怖いわ。意地悪なことはやめましょう。そうですよ、怖いんだからやめとこうぜ。なんとなく東京タワーを作る、決して東京タワーを作ってるわけではありません。と、なんかそのね、頭の中の東京タワー、そうそう、自分の東京タワーを作っていけばいいんですよ。そう、創造東京タワーです。創造タワーですね。そうそう、想像してください。今外側から模様つけてみた、模様っていうかちょっと、うん、ああなるほど。わ、おお、いい、それっぽくなったよ。でもすごい、なりつりましたね。なったなった、いいやん。ちょっとこの辺柔らかくしてみてもどうなんだろう。あ、ちょっと角を取っちゃう。どうなの。どうだろう、なんか壊れた感があるな。あ、他のとこも一回やってみようか。じゃあこっちが、うん、全体的に見れば変わるかもしれない。そうやね。あ、いいかな。いいね、いいね。よし、床作ろう。うん、いい。あ、楽しい。楽しい。あとは、ちょっとブロック変えた方がいい。今言ったそんなことしてくれる。そうね。ちょっと、見ていい。お、こんな感じかな。まとめよう。よし。展望台。展望台こんな感じか。展望台はちょっと丸みがあった方がいいのかな。丸みあった方がいいんじゃない。だよね。よいしょ。やっぱ全部見えた方がいいからガラスがいいよね、全体的に。そうですね。ガラスの板にした方がいいかな。どうだろう、ちょっと板でやってみようか。あ、そういうことか。まあ、こうした方がいいのか。あ、これでちょっと、あ、これで OK か。丸みが出た。あ、なんかこういう模様もあったようななかったような気がするね。想像の中の東京タワーはどんな風になってるのかな。PMF ワールド9。あとせっかくレッドストーンブロックだからランプ置いていけばなんか夜でもライトアップできる。あ、いいね、確かにいいアイデア。ナイス、ナイス、ナイス。よっしゃ。ん？全部真っ赤じゃなかった気がするものもあるんだよな。確かに、うん、そうなんよね。ただどこがどうだったか忘れちゃったから。そう、あの展望台は白なんだよね、ちょっと多分ね。俺もよく知らないけど、
で展望台、ここをちょっと丸み出そう。この床が見えちゃいけないね、やっぱり。なんでここはやっぱこうして鉄ブロックで隠すと。そうすることでいいでしょう。こう上向くとさ、俺の顔も上向いちゃうんだよな。あるあるだよ、マイクラだ。マイクラだけじゃないけど。上を向くと自分の顔もなんか上向いちゃう。首が痛くなるっていう。これでどうだ。これでは、これで多分少しはなんか丸く感じるかな。どうかな。お、なんだこれ。お、なんかつけてる。なんだなんだ。イルミネーション？あー、ギザギザ的な感じか。なんか網みたいな、なんかちょっとこういうのあった気がする。なんかそうやな、あった気がする。しますよね。うん、します。ただ本当にあるかどうかわかんないけど、どうやったかな。どうの、このままよう行ったことないからな。じゃあいいよ、これは、うん、山口タワーということでいいよ。あ、じゃあ他のとこも言いますね。うん、もう自分の中の東京タワーでいい。ああ、でも想像でいいと思う。想像タワー、妄想タワーでいいよ。妄想タワーにしちゃえばいい。妄想タワー、妄想、こんなタワーがいない。そうそうそう、何があったかな、タワーは。タワー知らないな、僕。東京タワー、スカイツリー、愛知は何だろう、山口は夢タワー、海峡夢タワー、いいね、こんな感じか。よし、じゃあそろそろタワー部分を作っていかないと。タワーのてっぺんか。てっぺんも白だった気がするんだよなっていう。